パンクロックに出会う以前の純粋な頃に読んでいた本、ね、ションベン物語です。これはね、純下ネタ文学と言っても過言ではないでしょう。当時娯楽があまりなかった時代の子供が読める下ネタといったグレーな内容の児童書であります。幼少時代の私の人格を形成したものの一つにトイレット博士がございますが、ねションベン物語もそれらの中に含まれていたに違いありません。トイレット博士がピストルズであるならば、ねションベン物語はクラッシュです。ちなみに初めてパンクを聞いたのはクラッシュの方が先だったと記憶しています。そんなわけでぜひねションベン物語を読んでみてください。ムクハトジュはパンクスだと思いますし、ある意味童話界のマルコム・マクラーレンだったんじゃなかろうかと。ユンベは純文学ならぬ純下ネタに触れたおかげか、すがすがしい朝を迎えた気がするよ。ところで先日図書館でこんな本と出会いました。外国人の入国在留案内。思わずね借りてきちゃったんだけど、なんでこの本に惹かれたかというと、表紙がねキュアのボーイズドントクライ。内容の方はねさっぱり分かりませんでした。この黒い影が何とも言えませんですね。時々思い出したように聞きたくなりますよね、ボーイズドントクライ。ロバート・スミスやイアン・マッカロック、あとマーク・アーモンドなんかはさ、当時女性たちに異常にモテまくりですよね。あだ名なんかもつけられたりなんかしてね、ほらマックとかさ、ロバオとかね。